ここは JR 東海松坂駅。ここからとある路線に乗っていきます。 JR 東海の中でも一番の地方交通線、一番利用者が少ない路線ではありますが、その中でも危機を乗り越えた、そんな路線に乗っていきます。それが JR 東海名松線、松坂から伊勢沖津までを結ぶ地方交通線、まあローカル線と言えるでしょう。乗車するのがこの普通列車伊駅行き、伊駅にて普通列車伊勢沖津行きに接続しています。松坂駅は1番線から5番線が JR のホーム、6番線から8番線が近鉄のホームになっています。運賃表を見てみると名松線はこのようになっています。伊勢沖津までは860円。松坂駅のこの通路には名松線の宣伝がなされていました。車両はこのようにキア11系が使われています。1両編成だったり2両編成だったりしています。今回乗車するのは2両編成でした。紀勢線や三宮線などはキア25系という、まあ、東海道線とかで走っている313系の機動車バージョンみたいな列車が走っているわけなんですが、この名松線はキア11系というちょっと可愛らしい車両です。車内はこのようにボックスシート、そして一番端の方にロングシートがあります。ちょっとこの座席の枕のところですから、枕っていうかその頭を乗せる部分ですね、そこがちょっと剥がれているのが気になりました。まあそんなに新しい車両ではないので、ね、仕方がないと思います。こんな感じ車内は貸し切りでした。一応まさか7時台の列車なのでね、まあしょうがないとは思うんですが、多分途中駅までは貸し切りでしたね。列車は松坂駅を発車、少しの間だけ紀勢線と一緒に走ります。右側には立派な架線と電柱をそびえた近鉄線、それに比べて JR は非電化路線です。そして紀勢本線と分岐をしていきます。ちょっと長くなるかと思ったので少しの間は字幕で紹介しましたが、名松線の歴史を大まかに紹介しました。こちらは上野庄駅、名松線の一つお隣の駅です。ここで本数を見てみましょう。2時間に1本ほどしか走っていませんね。列車は伊勢畑駅を発車しました。次が市市駅です。ちょっと言いづらいですね、市市駅。後ほど名松線に起こった危機とか名松線の特徴的なところを紹介していこうと思います。ただいま市市駅に到着しています。こちらの駅は乗り換えはありませんが、実質乗り換えできるそういう駅があります。それが近鉄大阪線の河合高岡駅。名松線は松坂駅以外は乗り換えはないという、まあそういうことになっていますが、一応乗り換えはできるというそういう駅になっています。距離は先ほど地図でお見せした通りに結構近くてですね、まあ歩いて徒歩2分だそうです。ただ連絡運用を行っていないということで放送はなされません。乗降客数を調べてみると JR より近鉄の方が5倍多いということになっていました。そして今度は次の駅にやってきたわけなんですが、隣は多分ホームの跡ですかね、まあそういう跡が交換されていた跡があります。
名所線は景色が結構綺麗で、このように川沿いを走ったりとか山あいを走ります。ではここで名所線の危機についてご紹介していこうと思います。名所線は3度台風被害に遭い、そして廃線の危機にもさらされていました。最初の台風被害は1982年の台風です。そこで1年弱の不通ということになってしまいました。その後 JR になった2004年、ここでも台風被害が起きてしまいました。その時はわずか数日で治るということになりました。そして2009年、こちらでまた台風被害が起きてしまって7年間の不通ということになりました。廃線の危機になったのは1984年、名所線の廃止案が出されましたが、1985年に沿線道路がまだ整備されていないということから存続が決まりました。下手したら国鉄の間で廃止となっていたかもしれない、そんな名所線です。列車は名所線の中間駅で、そして唯一の交換駅である伊江城駅に到着。ここで伊勢沖津行きに乗り換えるわけなんですが、ここでなかなか珍しい光景を見ることができます。伊江城駅には緑の窓口と、そして駅員さんが常駐しているわけなんですが、しかもこれ直営駅なんですね。 JR 東海の方が実際に仕事をされているということになっています。ちょっとしたセルフ撮影会、キア11系が並んでいます。いかにもなんかローカル線みたいな駅です。こちらが伊勢沖津駅ワンマンカー、こちらもキア11系です。先ほどの珍しい光景といったものはスタッフ交換と呼ばれるものです。現在では JR で行っている路線はこの名所線のみとなりました。以前まで札沼線の新十津川の方までやってたんですが、廃線となってしまったので現在は名所線のみとなっています。この左側運転台のところに置いてあるのがスタッフと呼ばれる、まあ閉塞のその保安装置みたいなものです。中には通標と呼ばれている、なんかそういうここ通っていいですよみたいな、そういうものが入っています。詳しくはわからないので、それは各々で調べてくださると幸いです。現在では結構タブレットとかが主流になっていて、まあそういうことは行われなくなったんですが、この名所線だけは未だにちょっとアナログ感が出ている、そういうことをやっていますね。スタッフは一区間に一つしかなく、これがないとこの区間に入ることはできません。スタッフを積めばこの区間を走るという資格が得られるわけです。その交換が行われるため、基本的に JR 東海の駅員さんが常駐をしているということです。さまざまな特徴的な路線、名所線、廃線危機や台風被害を乗り越え今日まで走っています。こちらが鎌倉駅、あれ神奈川県の鎌倉駅ですかね。いや戻ってきちゃったかな。いや違います、伊勢鎌倉駅です。全然違います。列車は伊勢谷地駅に到着です。伊勢谷地で再び貸し切りとなりました。すべてが単区間乗車のお客さんでした。真っ逆から乗ってきたのは僕と、あとは同行者の大隅さんだけだったので、ね、まあ結構単区間乗車が目立ちました。列車は日津駅に到着です。次が終点の伊勢沖津駅です。終点の伊勢沖津駅です。駅舎もなかなか立派ですね。初期の計画では終点駅にならなかった伊勢沖津駅です。こんな感じに線路はあそこで途切れています。本当ならばこの先にも線路が伸びていたはずです。ちょっと雨が降ってきたのでね、なるべく中に入りたいという気持ちがありました。こちらも三重県津市、三重県の県庁所在地の中に入っています。現在では名所線を守る会という団体があり、その方々が整備や管理、そして応援をしています。駅舎の中はこんな感じになっています。伊勢沖津駅のすぐ近くに観光案内所があって、そこで土産品とかを買うことができます。
こちらには名松線が名張まで開通しなかった謎について書かれています。僕が喋るよりもこちらの方が詳しいので、こちらを少しご覧ください。以前ではこの名松線終点の伊勢尾吉駅から今年の3月まで名張まで行くバスが運行されていました。撮影したのが10月だったので、もうすでに運行は終えていました。本数は数えられるほど 1,2,3,4,5,6,7,8 本、1日8本ですね。最終列車が18時58分と早めです。ちょっと駅ノートを拝見させていただいたんですが、まあもちろんこの後僕も書きましたが、なんかすごい美しい絵がね、たくさん描かれていてね、いやーこれはすごいなと思いました。駅ノートで非常に感動しました。僕もこの後ずっと名松線が走り続けてほしいという気持ちを入れながら駅ノートに書き込みました。動画の方はいかがだったでしょうか。いや、名松線なかなか特徴的で面白い路線でしたね。ではご視聴ありがとうございました。